つくばぼた園は、茨城県つくば市に位置する植物園。550種のボタンや215種の芍薬を植栽しており、世界最大級のぼたん庭園である。つくばぼた園では、550種のボタンや215種の芍薬が栽培され、その数は5万株を超える。すり鉢状の園内には、日本式のアーチ橋がかかる池があり、 そのには、サギやカワセミなどの野鳥が訪れる。この植物園では、創生栽培と呼ばれる農法が採用される。この農法では、通常のボタンや、芍薬の栽培では駆除される雑草を強制させ、雑草の力によって、防虫効果を得て、無農薬での栽培を実現する。つくばボタン園は、この農法で除草剤を使用せずに栽培することで、 健康的なボタンや尺薬が育つとしている。また、2019年より、ボタン園を運営する株式会社リーフは、サラブレッド対比エコシステムプロジェクトに参加した。このプロジェクトとは、霞ヶ浦の水質汚染の原因ともされるマグソを回収し、発酵対比へと転換させるものである。つくばボタン園はこの対比で、試験栽培した結果、ボタンや尺薬の色や、 大きさが向上し、活気が長くなると伝えた。2018年より開園30周年を記念して、ピーター・ラビットとのコラボレーションが開始された。このコラボレーションでは、ハーブなどを栽培した英国風庭園が再現され、園内の飲食店は、ピーター・ラビットにちなんだ店舗に改装された。2020年は、新型コロナウイルスの影響により短縮営業で開園され、 水面に浮かぶ釈薬の姿などをオンライン配信した。1989年、く崎観光農園によって開園した。2016年、く崎観光農園が民事再生法の適用申請、監督命令を受けた後、2020年現在まで株式会社リーフが運営している。世界最大級のボタン庭園、つくばボタン園釈薬,薬動画を公開。 エキサイトニュース。2020年6月12日閲覧。つくばボタン園。つくば市公式ウェブサイト。つくば市経済部観光推進課。2020年6月12日閲覧。ようこそ。つくばボタン園。ピオニーガーデン。東京インつくばへ。2020年6月12日閲覧。AB。北関東。春の花めぐり。つくばボタン園心なませる尺薬。 三経ニュース。三経デジタル。2020年6月12日閲覧。土のお話。殺虫剤を使わず土を耕す。つくばボタン園。2020年6月12日閲覧。競争場でサラブレッド対比農産物ブランド化と、粉害の解消を図る。サンキビス。三経デジタル。2020年6月12日閲覧。 里山にピーターラビットの世界筑波ボタン園でコラボ企画産経ニュース産経デジタル2020年6月12日閲覧日本春旅から動画で各地の魅力紹介茨城県筑波ボタン園循環旅行新聞株式会社旅行新聞新社2020年6月12日閲覧自然のままにボタンを育てる花職人 農業ビジネス。農業技術通信社。2020年6月12日閲覧。茎崎観光農園。民事再生申請。倒産情報 JC ネット。2020年6月12日閲覧。土壌改良プラットフォーム。株式会社リーフ。2020年6月12日閲覧。ありがとうございます。